けで早速1枚目、こちらは東京都江戸川区からのラジオネームバッシーさんからです。セイリンに質問、なんや。セイリンはいつも椅子から落ちかけている気がするのですが、なぜですか？番組などでみんなで並んで座っている姿を見るとセイリンだけずり落ちている気がします。浅く腰掛けてるのですか？なるほど、これねすごいね、この人バッシーさんすごいです。よく気づきましたね。これ本当にそうなんですよ。私よくなんか落ちかけてるっていうか、なんなんやろね、なんか座るのが苦手で、結構なんか椅子とかあるじゃないですか、なんか椅子があってその 足を下に垂らすのが超苦手で、なんか同じお尻と足を同じ位置に同じ高さにやっときたいみたいな感じなんですよね。だからいつもなんか椅子とか座って、番組とかだったら足ちゃんと下ろして揃えないといけないじゃないですか。もうそれが本当に苦手で、いつもめっちゃ動いちゃうんですよ。だから浅く腰掛けてみたり、ちょっと深く座ったり、いつもすごいドタバタしてます、その椅子の上で。だからみんな他のなんかメンバーが喋ってる時とか映らないじゃないですか、こっち。だからそういう時めっちゃもうすごい動いてますよ、実はみんなの見えないところで。本当にだからなんかその椅子、丸椅子だったらその丸椅子の右半分3分の1だけに座ってみたりとか、左半分3分の1だけに座ってみたりとか、もういろんな座り方をしているので、もうこのねバッシーさん気づいたら本当に偉いと思います。すごいよこれは、よう見てんね本当に。そうだからいろんな座り方をしているですね、これは。これほんまあかんよね、私直さなあかんなって思うんですけど、なんか直らないんですよね、あんま好きじゃなくて。ほんとしゃあないしゃあない、そんなん。